地球規模の課題である気候変動問題の解決のため、2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、世界中から注目されている水素。世界中でクリーンなエネルギーを場所を問わず必要な時に使えるようにするためには、水素を作って運んで貯めて使う水素サプライチェーンの構築が不可欠です。その運ぶと貯めるステップにおいて、千代田化工建設は水素とトルエンの化合物で常温常圧で安全に水素を運ぶことができるメチルシクロヘキサン MCH に着目してきました。 MCH による水素サプライチェーンでは、水素供給地で水素をトルエンに結合し MCH を生成、ケミカルタンカーなどで水素需要地まで輸送します。水素需要地では MCH から水素を取り出す脱水素が行われます。このサプライチェーンを実現させるには、 MCH から水素を取り出すための触媒が必要ですが、千代田化工建設はその触媒の開発と実用化に成功しました。ではその脱水素のプロセスを見てみましょう。気化器で加熱され気体になった MCH は反応器の中の触媒に接触し、脱水素反応により水素とトルエンに分離されます。水素は気体の状態で取り出され、トルエンは冷却され液体として回収されます。当社が開発したこの触媒により、安定的かつ長時間での脱水素プロセスが可能になりました。脱水素プロセスによって回収されたトルエンは帰りのケミカルタンカーで水素供給地に運ばれ、 MCH を生成するために再利用されます。これにより循環型のサプライチェーンが成り立ちます。価格的に安定していて、常温常圧で液体の MCH はケミカルタンカーや石油タンクなど既存の石化設備や規格を活用することができます。貯めることができて扱いやすい MCH、 千代田化工建設はこの MCH を用いたシステムを、ラテン語で希望を意味するスペラを冠してスペラ水素と名付けました。2002年の触媒開発に始まる当社の水素社会実現に向けた挑戦は今も続いています。エネルギーの未来へ、スペラ水素が希望を運びます。